感じろ、ぬるま湯に浸かるな、極限選手権。始まりました。だって何のことが何が始まったの、何のコーナーなのかさっぱりわからないです。目の前皆さん見てください、これおかしいよね。氷水、氷水ですね。菅原といえば青森県、はい、青森県といったら寒い、はい、寒いといったら腕が、はい、かじかみますよ、はい、その状態で菅原ジャミスさんを引こうっていう簡単なルールですよ今日は。なるほどね、まあ、そういう先人の人たちがそういう風にしてきたっていうのを体験して実際に本場の菅原ジャミスさんを引いてる見ようということで、僕が言いたいことね、全部言ってましたけど、まあそういうことでございます、はいはいはい、ルールは至って簡単です。皆さん、この氷水に1分、お1分つけていただきます、両手を。1分は全然余裕なんですか。まあ、じゃあ5分にしましょうか。ちょっと、すみません、5分できるかちょっと見てもらっていいですか。全然どうせ余裕ですって言いましたからね。1分と5分大丈夫か。5分でいいですか。どうですか。あ、まあ今まだ準備は経ってない。さあ皆さん、はい、しました。冬の津軽スタートです。1番どうぞ。いいですか。1分。阿部銀座郎さんスタートです。あ、そっちやってねえな。はい、まあ、今からやって。ああ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 あやばいやつだ。人生で一番きついかも、これ。人生で一番きつい。それが疲れないんだよ、それが疲れない。5、やばい、4、やばい、やばい、2、やばい、1、はい、飛んで、はい、早く抜いて、早く抜いて、早く抜いて、はい、やめて。はい、1番、東京都出身、阿部銀座郎です。よろしくお願いします。はい、スタート。これが津軽だ。おー、
体験をさせていただいたそういう感じ、まあ、ありがとうございましたはい、ということでね、冷め切ったところで冷め切った冷え切ったってことですよはい、ヘラヘラしないでそして、いきますよ、はい、よーい、スタート。見るのもやだ。どうですか。まだね、始まったばっかりステーションステーションつけてる。匂いするよ。匂いする。はい。二、一、はい、出て。はい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 。ゆっくり早くして。早くして。早く早く。早く頭上から。はい。番号と名前。三番。あんたたち。はい、どうぞ。竜巻の場合、これが本気なのか間違ってるのかあんまよく分かりません。優勝者はエントリーナンバー2番阿部金三郎さんです。あれあれ拍手拍手。この辺がこの辺がまたやっぱつけてる時のリアクションが素晴らしかったですね。確かにすごかったよね。そこも審査に入ってますから今日は。違うのかね。そしてやっぱりこう冷たかったってこと一番こう。分かりましたね、金三郎さんで今日は。曲弾きが良ければ優勝じゃないですか。あ、なるほどなるほど。素顔を感じた人が優勝なわけでございます。なるほどなるほど。ファン演奏イエーイ。なんだこれは。さあ、優勝させていただきます。やっぱ今日は審査委員長自ら、はい、冬の津軽ということで。ちょっともうビビってる。皆さん、見ててください。時間分からないとね。はい、じゃあ1分半という方に立っている希望なんで、やっぱり選手とは同じね、確かに。じゃあ早速いってみましょう。さあ誰か分かる人いない。あ、分かりますよ。いきます。あいいですね、サービスショットだね。サービス。ああやばい。すいません
ですか。